4号戦車、4号戦車、4号戦車、パンズナーキャンプファワン4、略称、PZKPFW4 は、第二次世界大戦中のナチスドイツの中戦車である。ナチスが政権を取る以前から、ドイツ国防軍は、ベルサイユ条約下で密かに、再軍備を見据えた、新型戦車の開発を行っていた。1934年、 NBFZ ノイバウファールツイクと呼ばれる多砲塔戦車の仕車が作られたが大きく重いことから新たな戦車の開発が求められた。装甲部隊の創設者ハインツグ・デイリアンにより求められた戦車の使用は2種類で1つがツークフューラーバーゲンツグフリーアーワガン ZW イコール小隊長車と呼ばれ 37mm 砲搭載の15トン級の 主力戦車として開発された E5 戦車。もう一つがベグライトバーゲン。ビグレイトワガン BW イコール随反射と呼ばれ、75mm 砲搭載の20トン級の支援戦車として開発された4号戦車。当初、7.5cm 砲装甲車という名称であったが、1937年から4号戦車に変更されたでた4号は、 4社による協作が行われた結果、1936年4月に完成したクルップ社の BWI をもとに増加試作者的な A 型に次いで b c 型が作られ、1939年から D 型が本格的に量産された。その後も選挙区に対応するため改良が加えられ、最終型は長方針の 75mm 砲を搭載した J 型である。 4号は、ドイツ戦車の中で、最も生産数が多く、ただし、走行戦闘車両という、大きなくくりで見た場合、E5 突撃砲が、最多生産数となる、対戦中期頃には、改良が、限界に達していたものの、配線時まで主力として使用され続け、ドイツ戦車部隊のワークホースとして機能した。また、同時期に開発され、メートル砲の搭載を、想定した。 e 5 0 0 0車に比べ、75mm 砲の搭載を前提に設計されたこともあり、ターレットリング、回転式砲塔の直径が大きいため、長方針の 75mm 砲に設計変更が可能であり、既存車両でも長方針に換装することが容易でった。そのため、戦訓による武装強化にも対応し、変化する戦況の中で様々な要求に応じるべく、車体部分を流用した。 多したような派生系を生み出した。同盟国などにも輸出され、G 型以降がイタリア王国、ルーマニア王国、ハンガリー、ブルガリア、フィンランド、スペイン、トルコの各軍に配備され、戦後もしばらく使用されていた。チェコスロバキアが保有していた中古及びフランスの接収品を購入したシリア軍の4号戦車が中東戦争で イスラエル国防軍のセンチュリオンと交戦した記録がある、車体構成は、保守的で、リーフスプリング、ボギー式喧嘩装置を採用していた。この方式は、e、E5 戦車のトーションバー式に比べストロークの移動範囲が少ないため地形追従性が低く、路外機動性で列ではいるものの、確立された技術でもあるため、耐久性や信頼性が確保されており、車体の底に脱出ハッチを、 設置可能な利点がある。当初から3人が登場するバスケット式の砲塔を搭載。戦車長は砲塔後部に位置し、キューポラ、砲塔上部の司令塔から周囲を監視しながら式に専念でき、装填手以外の全員はタコホーン高頭マイクとヘッドセットを装着し、インターコム、車内通話装置で騒音の中でも対話可能となっている。また、 撃破された際の素早い脱出のため、上空用ハッチは全員分の数が設置されている。支援戦車として設計されたこともあり、当初は榴弾火力を重視して、単方針24口径 75mm 砲が搭載され、戦車部隊の中では火力支援任務に当たっていた。だが、イギリス軍のマチルダ E 不評戦車など、装甲の厚い戦車との対戦で、 より強力な火力が必要とされ、1941年2月にヒトラーによって60口径 50mm 砲の搭載が命じられた。これを受け D 型を元に一両が試作されたが、それよりも対戦車能力が付加できる長方針の 75mm 砲への設計変更が検討された。当初は40口径で設計されていたものを、 車体より前にはみ出ないよう求められたため、34.5口径の新型砲の試作が決定された。しかし、独祖線の影響で、34.5口径の新型砲の完成を待てない状況となり、F 型の生産途中から 7.5cm パック、4五ベースに開発された 7.5cm、KWK40L4343 口径が搭載された。 長方針の 75mm 砲となったことにより、対戦車能力は向上し、支援戦車だった4号戦車は E5 戦車に代わる主力戦車となった。その後、H 型厳密には G 後期型から L43 より、方針長の長い L48、48口径に変更され、さらなる火力の強化が図られた。E5 戦車が新軸を採用し、 E 型で設計が確立するまで配備が少数になってしまったのに対して既存の技術で設計されていた4号は第二次世界大戦の開戦となるポーランド侵攻の段階でまとまった数を配備されておりこの関係でポーランド侵攻の時だけは E5 より4号の方が配備数が多かったその後 E5 の生産が本格化し始めたためフランス侵攻が始まる頃には e e の数も増えていたが、全体で見れば、当時主力と定められていた e e は必要量を満たすことができず、支援戦車の地位であったはずの4号も、実質的には主力として扱われている状況であった。1941年6月、独ソ戦が開始され、ドイツ軍はソ連国内への進攻を開始する。そこで赤軍の T-34、30トン級に、 対して、すべてのドイツ対戦車兵器の威力不足が露呈するという事態、いわゆる T-34 シックに遭遇する。そのため、T-34 などの戦車に対抗できるよう手法を単方針から長方針に設計変更した G 型が登場する資料によっては、最初の長方針型は F2 型とも表記される。この形式あたりから4号は、 支援戦車から主力戦車の地位を務めるようになる。北アフリカ戦線に送られた、長方新型の4号は、この戦線に派遣されたドイツ軍の中では、T が愛に次ぐ強力な車であり、全体で見れば小水しか配備されていなかったものの、大きな戦果を挙げており、連合軍からは、マーク4スペシャルとして恐れられた。1943年、 性能向上としては最終型とも言える H 型が登場する。同じ頃、v 号戦車パンター45トン級が登場し、生産も開始されて配備も始まっていたが、パンターの生産が伸び悩んだこともあり、配線時まで4号が主力の地位を務めている部隊が少なくはなかった。ドイツ陸軍兵器局は T-34 から85との算定で、4号戦車は、 あらゆる比較項目で圧倒されるという結論に至っていたが、すべての生産ラインをバンターに切り替える余裕はなく、グデイリアンの強い反対もあって、本社の生産を中止するという選択肢はなかった。ただし、想定される、敵戦車でも主力である、中戦車の M4 シャーマン、30トン級や T-34 であれば撃破することは可であり、重戦車でなければ、 兵器局が言うような一方的に撃破される状況となっていたわけではなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。